それではデータマイニングの基礎と題しまして、長岡技術科学大学の勝田明宏が発表します。まずデータマイニングというのは、このようにデータの中から知識を抽出するといったような技術で、テキストが対象であればテキストマイニングと呼んだり、ウェブページ対象ならウェブマイニングというふうに呼ばれたりします。で、データマイニングは KDD と呼ばれることも多くて、でその KDD というのが、下にあるようにノーレジディスカバリーインデータベースの略称で、データベースから知識を発見するといったような、厳密にはデータマイニングよりも広い概念ですが、道義として用いられることがあります。で、まあ、基本あ、そうですね。で、その中でデータマイニングの基本的な手法の一つとして、今回、決定義の、による、属性の分岐を紹介しようと思います。で、アルゴリズムですが、まず最初に、ネノードに属性をあ置くえとあ、ま、属性をまず最初に決定して、その属性値に応じて分岐を作成すると。で、そのネノード、その最初に決めた属性をネノードとして、その下に、また部分的集合で分割した子ノードを作成して、でその子ノードをまたネノードとして1のように属性値を決定していくといったように、3番では再帰的に繰り返して木を成長させるといったのが3番ですね。で、最終的にその子ノードの全ての事例が同じ属性になれば、それでもう成長を止めるといった流れです。で、その属性として、今回用いるのがこのエントロピーと情報利得比という2つの方法をちょっと紹介します。で、まず情報利得、エントロピーに基づく学習ですが、気象条件とゴルフの、そのゴルフの可否っていうデータがこのような表でまとめられてあったとして、例えば、雨で暖かくて湿度が高くて風があったあるって時は、ゴルフができないっていったような、そういうふうなデータですね。で、まず、情報利得っていうので、エントロピーを、このある事象の有限集合で、の中で、その A っていう事象が起こる確率っていうので、エントロピーをこのように求めて、で、晴れの時っていうのが、丸が2回2個で、×が3個あったっていうので、晴れの中で丸の時の確率と×だった時の確率っていうのをそれぞれ、この式に当てはめて計算した結果が0.971になると。で、曇りだと0で、雨だと、3と2で、晴れとほぼ同じなので0.971っていうふうに計算が求められます。で、これで、平均情報量というのを求めると、その天気の情報量っていうのが0.693になるということが分かります。で、実際ゴルフっていうのは、ゴルフは丸が9個で×が5個なので、ゴルフのプレーの情報量というのは0.940なので、その差を取って、0.247というのが、その天気によって分類したときに、どれだけそのゴルフのプレーの情報の不確、ん、えー、ふ、えーと、不確定、曖昧性がどれだけ解消されたかっていうのが、この情報利得によってわかります。で、その他の属性で、温度と湿度、風も、同じように求めていくと、このような結果になり、天気が一番情報利得が大きいっていうことがわかります。ということで、このようにまず最初に天気で分類、ゴルフのプレーを分類すると、晴れと曇りと雨なので、このように3つに分岐されます。で、曇りの時はもう丸が4つで×が0だったので、このようにもうゴルフのプレーに直接矢印がいけるのですが、
晴れと雨だとまだ3人に特に2、3に分かれていて、まだゴルフのプレーというのが曖昧なので、さらにこれを分けていく必要があり、まず晴れの時っていうのがこの5つのデータなので、この5つの中からさらにまた先ほどのようにこの5つのデータだけで、先ほどのようにまた他の温度や湿度風でまた情報を求めて、で雨の場合はまたこの雨の中でまたそのそれぞれを求めて結果で最大の情報利得を求めて分類するとこのような結果になります。これで天気と湿度、晴れの時は湿度で分類するときれいに×と丸が分かれて、雨の時は風で分けるとこのようにきれいに分けられることになるの で最終的にもこれでこの濃度が全て、ゴルフのプレーっていうので同じ属性になったので、もうこれで学習は終了というふうに な流れです。これからつまり、温度っていうのが、ゴルフのプレーにはあまり影響しないっていうのがあのデータからは推測ができるっていうようなことになって、で天気が一番情報量としては多いので関係が強いっていうふうな感じですね。で次に情報利得についてなんですけど、ちょっとこんな風に ID をつけた場合に、情報利得だけで計算するとどういう風になってしまうのかっていうのをちょっと先に説明すると、まずこういう ID でそれぞれのデータに全部振ってしまうと、N と×とかが1対1の関係になってしまうので、もう ID が N であればもうゴルフは×みたいに、もうこのようにもうそれぞれが一対一関係で確実、もうこれでもう利得が、何ですかね、情報量がゼロになってしまうので、ID の情報利得っていうのは 0.940 でも天気よりももう 0.7 以上も大きいっていうので、このような意味のない学習をしてしまう結果になります。で、こういうふうに情報利得だけでは、分岐数が多いデータっていうのが優先度が高く出てしまう傾向があるので、無駄なデータっていうのを無駄な属性っていうのを優先的に引っ張ってきてしまうっていうのを抑制するので、情報利得比っていうのを用いることがあります。情報利得比っていうのはまずこのように、ID の計算でいうと、まずその ID が A から N っていうのが10データが14個あったので、でその一つずつっていうのはその ID の一つに対してデータも一つしかないので、このように1の事象1が14個あるっていうふうな情報になって、でつまり先ほどのエントロフィーでいうとマイナス14分の1かけるログ2の14分の1っていうのが14回続くので、それでかける14で求めることができて 3.807 になる。でそれを先ほどの利得比をこれで割ることで情報利得比っていうのを求めることができて、で今回は ID で分けて、かなり極端な例を上げてしまったので、それでも、情報利得比を用いても ID がまだ一番高くなってしまうのですが、差を見てみると天気と情報利得比の差が先ほど 0.7 ぐらいあったのに対して今回も 0.1 とかなり差を縮めることができたので、ある程度こっちを抑制することができているっていうのや、天気と湿度っていうのを見るとほとんど値としては変わってないっていうのが分かるので、そういう意味で、湿度は2つしか分けていなかったのに対して天気は3つ分けていたので、天気が優先されていたっていうので、実は天気と湿度っていうのはそこ割と同じぐらい情報量を持っていたっていうような評価もできます。ただで今回決定義の課題なんですが、連続する数値はうまく扱うことができないので、0から10とかであればまだ11パターンしか存在しないんですけど、それが0から100とかになるとそれでまた
101通りとか、まあ幅が広がれ、数値の幅が広がればそれだけまあ分岐数が増えて学習がかなり大変になってしまうっていうので、まあ連続する数値ってな、基本的に離散化させてある程度の範囲で区切ってそれをひとまとまりにするっていうような作業が必要になります。でまた、今回は完全に、まあ理想的なデータを使ったので3つできれいに分けられるような結果になったんですけど、まあ、実際はノイズとかのせいで、必ずあのようにきれいに分かれることはなくて、まあ、どの属性を持ちで分類しても、まあ、ある程度確率によってまあ分かれてしまうっていうような結果があり、まあ、学習としてはそのせいで全てのデータをもう下にどんどん、追加していって学習が全部のデータを使い切るまで、まあ、学習し続けるっていうような結果になってしまうので、そうすると後から見るときに非常に分かりづらいものになってしまうっていうので、まあ、事前枝刈りや事後枝刈りっていうような対処があり、まあ、事前っていうのは、まあ、先にまあ、どの程度分類できたら、まあ、そこで打ち切るといったような、まあ、ルールをあらかじめ持ってで学習を途中で打ち切るっていうような対処で、まあ、事後はその全てをもう一通り分類した後で、そのまあ自分がまあ定めた要求に合うところまででまあ切り取って残り、それよりも下のものはもう削除するといったような対処で、まあ、効果としては事後枝刈りの方がまあなんか効果は高いっていうことでした。でまあ他には、他の、データマイニングの手法としてはルール学習、ナイズベイズ学習で細菌防法、相関ルールといったような手法がありました。はい、で今回参考文献とさせていただいたのがこちらのデータマイニングの基礎っていうような本です。はい、以上で発表を終わります。ありがとうございました。